今回のキャンプでもし可能なら特に期待する選手っていうのを投打一人ずつ挙げることとかっていうのはできますでしょうか。まだ来てません。ベタンコートとか。まあ、いずれにしましてもね、2014年、やっぱり何か起ころうとしてるわけですからね、起こしてやるんだというね、強い、意気込みで、気概で、かかっていきたいと従いまして、誰に期待するというよりもやっぱり僕も含めてですね、選手もスタッフの人も浦笠さんも全てね、同じ方向を向いて、しっかりと歩んでいきたいと、まあ、その1日目だったということですよね。これを続けていきたいというふうに思いますね。今年はもうあさって3日目に紅白戦というのを予定されているということを聞いたんですが、はいはい、この去年よりも1週間早く、まあ、第1クールに紅白戦を入れたこの意図というのはどういうところにあるんでしょうか。やはり2月1日からこのようにして12球団スタートするわけですけども、もうこのね、長きにわたって、客観的に見てオリックスっていうチームは一番遅れてますよね。だからまあピッチャーにおいては、若いピッチャーなんか特に2月1日から頑張るんではなくて1月に投げ込んで2月1日からしばらく調整に入るというぐらいのやっぱりシステムを持たないとやっぱり追いついていきませんよね。まあ、そういうところで、まあ、秋に発信しまして、12月1月と彼らが本当その気になってね、やってきたわけですから、こっちはやっぱり環境設定はやっぱりしっかりしていかないと、とそういうことを含めて、ワンクール目に紅白戦と、そういうことですね。じゃあ、まあ今日の選手たちの動き見てもそれだけ動き的には良かったという、まあ予想してた通りっていうんですかね。ただやっぱり本当に何か起ころうとしているわけですからね、そんなとんでもないことは起こらないと思うんですよ。必ず起こったことには理由があると思うんですけども、まあ、本当にそれをね、何か起ころうとしているところに起こしにかかるわけですから、やっぱりもっともっとね、今日で満足するわけにはいかないというところもありますね。はい、今回のキャンプ宮古島3週間ほどありますが、どういうキャンプにしていきたいと思いますか。やはり常にゲームでの成果、そういうものから逆算して、ね、内容の濃い練習、それを重ねていきたいというふうに思いますね。2年目のシーズンを迎えますが、ファンに向けて、まあ、今シーズンの目標、あと意気込みをお願いします。そうですね、本当にファンの方々と一体となってですね、優勝を取りに行きたいと、強くそのように思います。代表質問以上ですが、角田さん。すみません、関西デビューの樋口と申します。はい、井出穂選手が抜けた4番の穴というのはどのようにお考えだと思いますか。まだこれからですね。はい、それはあくまで競争の中でっていう考えでもして、ね、その通りですね。その中にホームラン王を取ったことがある T 選手もいると思うんですが、まあ、T 選手にかける期待とかっていうのがあれば教えていただきたいんですけども。大きな期待をしています。はい、ありがとうございます。